どうもー、マロちゃんでーす。フラフーということでね、なんかね、クソゲーやりたいなと思って、なんかね、ふとね、スマホ、ね、アプリ開いて、検索してこれがなんか出てきたんで、で、俺歩きスマホしてるやつほんと許せなくて、ほんと危ない。許せない。ほんとね、いるんすよ、ほんと駅前で。だから、もうそいつらの気持ちを知りたいなと思って、どういう気持ちで歩きスマホしてんのかなと思って。で、今回ね、軽くクソゲやっていこうかなと思って。じゃあ、できますか。すぐ、さ、ああ、すごい、これ。危ね。あ、まずこれ、普通にやる。歩きスマホは視界の 95%、ほんとこれ。マジでぶつかってくるやついるんで、俺、そういうやつ、結構ぶつかってくるんですよ、俺に。そういうやつ、大体もうタコ殴る人も、ヤクザが引こうとぶん殴って、生首、俺、ちょっとお土産に実家帰ってるんで、いつもそれで。これ、例えば、じゃあ、バナナ踏んでみます、一回。ああ。こういう障害物を、で、ほら、これね、俺ふざけて出ないのね、これ、ちなみに。めちゃめちゃ難しいの、俺、これ、操作が。やっぱ歩きスマホしてると、ああ、もう、クソゲーにはクソゲーの広告かよ、おい。冗談抜きで超難しいの、操作が。あ、違う違う違う。ああ、オッケーオッケー、立ち直った。おい、立ち直った。で、これでちゃんと拾って、あ、なにこれ。あ、おい、これ。これ、マジで街中でよく見るでしょ、みんな。これマジ、あ、10までやろうか、一回。ああ、違う。いや、難しい、これ、ほんとに。もう、歩きスマホって、いかに危ないか。これでわかるわ、ほんとに。歩きスマホはダメですよ、ほんとに。わけわかんない、もう、これに関しては。もう、関係なくなってきたよね。どういうこと、これは。あ、オッケー。あー、まあ、この BGM もさ、なんか、イライラしてきた。避けんのか、まさか。あ、避けらんない、これ。歩きスマホは、一応、なんか、犯罪ではないんだろうね。調べたけど。あ、これよく見る光景。え、これどうすんの？あ、普通にクリアした。そう、歩きスマホって意外となんか犯罪ではないらしい、一応。なんか、罰金とか、まあ、それは無理だよな。取り締まれないよな。けど、まあ、気をつけていきましょう。あー、ダメだ。おー、急に怖っ！オスかメスかわかんないけど、なんか俺にね、LINE、おい、犯罪！おい、待て、歩きスマホとかいうの概念じゃなくなってきた、これ。おい、見て、俺粘着されてんもん。お前ストーカーじゃねえか、この野郎。オフパコ希望か。わかった。じゃあまずお前な、その身ぐるみ一回吐いてね、一回俺にね、ちゃんとスリーサイズ教えて。うん。まずそっからだ、話は。うん。お前が、まあ、ちょっと見た目良くないじゃん。だからそこ補えるテクニックがあるかどうかだな、お前。まあ、するなと言いませんが、皆様ちゃんと事故とか気をつけて、周りをちゃんとよく見るように、歩きスマホしていったらね、ガラケー、なんで退化してんだよ。何かこういうね、事故があるんですよ。これに関してはクリアしようがねえよな。事故には気をつけて。本当にね、一瞬で命奪われてしまいますから。皆様ね、事故には気をつけて、体調にも気をつけてやっていきましょう。では、また、ゆるーく上げていくんで、これだけクリアさせて。これちなみにさ、どうやってクリアすんのこれ。無理じゃん。どういうことこれ。積んだ俺。上から、こっちのゲームの方が面白そうだわ。今度これやろうかな。どうやってクリアすんの？とりあえずさ、お前が、パトーカーが一番やっちゃいけないことしてんだけど、道塞いちゃってんもんね。うん。これどうすんの？これどうすんの？思いっきり走ってみんの？これ。行くか。よし、行くぞ！もう今やからん！